1985年1985年、リッチモンドインターナショナルレースウェイは、アメリカ合衆国バージニア州リッチモンドに存在する、オーバルサーキット。一周0.75マイル。観客席数は112,029席。1946年制作という、ナスカーの歴史より長いリッチモンドレースウェイ、コンプレックスと呼ばれる、ファクトリーなどが立ち並ぶ中に存在する。 レーストラック。ナスカーは、ネーションワイドシリーズ、スプリントカップシリーズが、春秋の2回開催で、キャンピングワールドトラックシリーズは、開催なし。1991年に照明設備が設置されて、以来、ここで行われるすべてのイベントを、ナイトレースで行っている、唯一のトラック。そして、チェイスフォーザチャンピオンシップが導入された2004年以降は、進出者が確定する。 第26戦が行われる。2018年からはプレーオフの第28戦が行われている。現在のトラック形状は D シェイプオーバルとなっているが、以前はマーティンズビルのようにタイトなトラックであった。1988年の改修により、フロントストレッチ側のストレートをピットレインへ転用し、その外側に D シェイプのフロントストレッチを作っている。そのため、 ショートオーバルにしては最高速は伸びるが、その後には14度という浅めのバンクを持つタイトなターンが待っているため、全体的には速度域の低いマーティンズビル同様、ショートオーバルらしい、ショートオーバルである。トラック自体はタイトとはいえ、フェニックスよりはアウトラインも使えるコースであり、接近戦の期待できるトラックではある。ありがとうございます。